2022年の5月15日が本土復帰の日って言われてるんです。でこれが望まれたか望まれなかったかっていうのは、はい、当時の人にしか分からない。なるほど、はい、だから記念って言葉を僕はあんまり使ってないんですよ、はいはい、50周年としか言わない。なるほど、50年経ってるけれどもあれが果たして良かったのか悪かったのか、はいはいはい、これは分からないです。僕はその当時を生きてないから、はい、でもその時の混乱とかっていうのはすごかったと思います。だって返還される前までは車の車道が左、今普通に当たり前僕ら左車線じゃないですか、はいはいはい、でも右だったんですよ。で使われてたお金はコザだったらドルなんですよ、はい、そういう風な世の中、いわゆるアメリカ U ってアメリカの世って書いてアメリカ U っていう世の中が普通だったあの時代が変わる。だからこの映画でも出てくるんですけど、世の中は変わっちまうなと、どうしたらいいんだろうなっていう、もう当時の若者ならではのというか、そういう感覚が多分あったと思うんです。今の若者はじゃあ、この返還とかアメリカに対してどう思ってるかっていうと、正直無関心がほとんどです、うん、みんなどうでもいいと思ってると。で僕も含めてそうですよ、正直あんまり関係ない。だってアメリカ人の友達もいるし、基地のご飯美味しいしとか、で米軍の、ね、軍用地で儲けてる人っているんでしょ、だったらあった方がいいんじゃん、なくても別にいいんじゃん、うん、そうじゃなくて本当はちゃんと学ばないといけないっていうのが多分大事なところなんですよね。だから基地のことを勉強して、じゃあ基地経済のことを勉強してなのかわかんないですけど、じゃあ根本的に歴史の流れを勉強する必要があるなって思って。小島崎です。50年ちょっと前に、はい、ロックバンド紫というのを結成したのが、はい、まあ、約51年前ですね、はい、それ実際は沖縄と沖縄のアメリカ人と友達はいっぱいいるよ、友達同士は、はい、でもやっぱり沖縄地元を含めて内地から来る反戦運動家が、はいはい、とかあとは左寄りだから、あ、なるほど結局基地反対とかそっちの方に意識がみんな行くから、まあ人って生きてたら喧嘩するよっていうぐらい、はい、アメリカ人が日常的に隣にいたんですよね、はい、なるほど。それぐらいいたのと、やっぱりあとはもともと沖縄っていうのは琉球王国っていう国だったのがあって、うんうん、まあ、いわゆる廃藩置県で、うん、薩摩から来た後に日本っていう国にされちゃった、で沖縄県っていうのになっちゃった、はい、と思ったらアメリカが来て、ここはアメリカだよって言ってアメリカ U っていうアメリカよっていう右車線に変わり車の通行は、うんうん、でドルを使わせられっていうような世の中に変わっちゃった。じゃあこの憤りはどこに持っていけばいいんだっていう人は、まあ、少なからず言いましたね。平監督自身は実際外国に行ったことがあるんですか？あります。何度か行ってるんですけど、ハワイと、まあ、ハワイもそうですし、まあでも僕は別にだからといってっていう感じですね、うん、なるほど、はい、ハワイみたいにアメリカの州になったらいいんじゃないという考え、僕もそういうどっちかというとそういう考え持ってたんですよね。ただ今でもそう思ったとしても、もう今の若い人たちはね、自分たちが日本人、うちの人より日本人的な考えが強いだろうから、もうそういう考えですけど、やっぱりずっと差別はあったんですよ、沖縄に本土からの差別的な部分で、はい、だからなかなかいつもなんかで47位でしょ、はい、学力とかいろんな経済的な分野でも、だからなんていうのかな、現実的には本当に日本から独立してどうのこうのというのは無理だろうけど、この映画を見る人にもう一回メッセージをいただけます？そうですね、まあ、ミラクルシティコザ、皆さんも見ていただいたと思うんですけど、はい、コザっていう場所がどういう場所なのか、はい、沖縄市にこういう街があった、はい、そしてああいうバンドがいたっていうのを一発で分かってもらえる映画になっているので、はいはい、この映画を見て沖縄市コザに遊びに来て、また楽しんだ後にまたこの映画を見てほしいなって思います。了解です。ぜひ映画館の爆音で紫のライブシーンや桐谷さんの歌声を聞いてください、はい、本当にインターテインメントとしてこのコメディ映画なんだけど、いろんな意味でこのお笑いもあれば、このすごい悲しい涙を誘うような場面もあるし、で沖縄の本当に当時の70年代のこの雰囲気が分かる映画なので、ぜひみんないろんな All right, thank you for watching the video. I hope you guys enjoy. ただいまのインタビューは映画ミラクルシティコザの監督、沖縄出身の平和弘監督と伝説のロックバンド紫のジョージ紫さんにインタビューをさせていただきました。ミラクルシティコザ、2022年の1月から沖縄で公開、そして2022年の2月から全国で公開されております。1970年代のコザを舞台にしたタイムスリップ SF 映画となっておりまして、沖縄のことが好きな方や音楽が好きな方、そして歴史に興味がある方、様々な方が楽しめる映画となっておりまして、僕自身も一回見させていただいたんですけど、
コメディ映画だと思って見たんですけど、非常に感動できるシーンや泣けるシーンがたくさんありまして、もう一回見たいなと思っております。音楽も素晴らしくてですね、紫さんの曲やオレンジレンジさんの主題歌、そして役者の方々もね、非常にあの演技がもちろん上手くて、桐谷健太さんの演技、沖縄の俳優の方々の演技も非常に素晴らしいものになって、素晴らしい作品だなと思いました。ぜひ皆さん見てみてください。概要欄にですね、映画のホームページも等貼っておきますので、ぜひそこでチェックしてみてください。本日動画を見ていただきありがとうございます。 Alright, thank you for watching the video. If you have more stuff you want me to do in the channel, please let me know in the comment section below. Alright, thank you for watching today. See you. ありがとうございます。